ということで今日は今日も、今日こそもう少しアンダンテ一人での放送となるんですけれども、オッタバアンダンテ月曜日聞いてくださってありがとうございました。ステイホーム最後の放送になったんじゃないかなと思います。明日からは緊急事態宣言も解除されてついに世の中が少しずつですが動き出すそんな日に明日からはなっていくんじゃないかなと思います。今日まで本当にステイホームお疲れ様でした。もうね大変でしたね。でもようやっと終わって、あとはどれぐらい復活できるかにかかってきていると思うので、まず体調崩さずにそして前を向いて歩いていけたらなと思います。でも来週もね変わらずオッタバアンダンテ月曜日も楽しく放送しようと思っているのでスマイルタイムも継続でね行こうと思ってます。よろしくお願いします。そして今日は前編こちらグイードを使って放送をしてみました。あのプレミア会員の皆様はあの私の映像もね4時間見られてたと思うので、まあ、今日はリモートもあったので短かったんですけれども、前編通して使ってみました。ただリクエストの方はどうしてもあのリアルタイムで来るものも多いのであの紙にしたんですけれども、あの原稿はねここに入れてこれを読みながらお届けさせていただきました。気づきましたか皆さん。いやー使いやすいですね。とってもあの書き込みもすぐこうできるので、あなんかちょっと誤字脱字があったなって見つけたらすぐこう書き込むことができてあの保存されていくので本当に使い勝手いい。そして軽いので、見やすいしね。こんな感じでいつかなんかこういうのも YouTube にもっとねちゃんとこうやってやるんだよみたいな載せられたらいいななんて少し考えておりますけれども、さて、今日の放送ね見てくださった方、今日一番私こうやってあのカメラに向かって手をね振った日だったかなと思います。余裕はそんなになかったですけれどもね、今日もいろいろやらかしましたが、なんとですねあのこの前土曜日くらいに私の祖母とあの電話をしたんですけれども、このオッタバアンダンテを見てくれてるプレミア会員で見てくれてるんですが、どうやら私がこうやって手を振るとおばあちゃんに祖母に振っていると祖母はあの勘違いして、あ私のこと見えてるのねアイミはって言ってずっと一人で振り返してくれてたみたいで、いつも振り返してるけどあなた見えてるのねなんて言われて、いやいやいや違うんだよっていろんな人に対して振ってるだけでおばあちゃんにだけ一人に振ってるわけじゃないのよとか言いながら面白かったですけれども、なので今日はねあの祖母が見てることを願ってずっと振れる時は振っていましたはい、ということで、一人だと何を話したらいいのかわからないですけど、ちょっと面白かったんでねそんな報告もさせていただきましたが、あのフルペディアはいかがでしたでしょうか。今日もあの放送中にも結構ツイッターもメールもあの反響をいただきました。今日のフルペディアは月曜日第4週だったので、こう体を使ったフルートを吹くような体の使い方をしたエクササイズというのをあの提案させていただきました。なかなか30分ではね伝えきれない部分もあって本当に薄っぺらい内容だったかもしれないんですけれども、これぐらい息があの必要なんだよということを今日はお伝えさせていただこうと思いまして、あのまとめると管楽器の中で一番息を使う楽器がフルートなんだよということでした。チューバとね同じというかチューバよりも多分息使うであろうと言われております。なので今日はロングトーンと言いますか、吸って吐く、思いっきり吐く、それもすごく長く吐くというものをサンサンスの白鳥という曲を使って一緒にやっていきましょうという、コーナーにさせていただきました。どうでしたか皆さん、できましたか。長くあの12秒ですね、1拍で吸って12
12泊のバスという白鳥 の流れをさせていただいたんですけれども、サンサースの白鳥のフレーズに乗って、息を吐いていくということをさせていただきました。ぜひ放送をお聞きになれなかった方も、オンデマンドでね聞けない方も、サンサンスの白鳥たくさんいろんなところに音源ありますので、フルートの音源もあるはずです。ぜひ聞きながら一緒に有酸素運動をねしてみてはいかがですか。そして、私もまだまだ未知との遭遇というか、いろんなフルートの可能性について、研究しているところです。こんなことをやってみてはいかがでしょうなど、私に教えてくださる方いらっしゃいましたら、もうどん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 、プロアマチュアはもう全く関係ないです。もういろんな角度から見たフルートという楽器について、何か情報を持っている方はね、ぜひ情報提供していただけたらいいなと思っています。もう待っています。今私もフルートの歴史であったりとか、フルートの奏法であったりとか、日本に入ってきてからのフルートの歴史とかも、いろんな文献をですね読み漁っているところで、あ、これはいいネタなんじゃないかとか、これはちょっと難しすぎるのかしらとか思いながら、いろいろこう試行錯誤しているところなので、よかったらこんなネタが欲しいとか、こんなネタがありましたとか、そういうものがあったら教えてください。フルートグッズもねまだまだ募集してますのでね、よかったら教えてくださいね。来週のフルペディアは、歴史、フルートの歴史をお話しさせていただきます。フルートはとっても古い歴史がある、笛という分野ではねかなり歴史があるので、まあそのあたりからこうどん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 、深掘りできたらいいなと、分かりやすく皆さんにお伝えできればいいなと思っています。いつまで続くか分かりませんけれども、このフルペディア、できるだけ皆様にいろんな角度からフルートのことについてお伝えさせていただいて、いつかみんなフルート博士ということで、リスナーさんもね、そうするとね、なんとなく自分の首を絞めているような気もしなくもないんですね。コンサートをね、もうすぐもしかしたらできるようになるかもしれない、いつになるか分かりませんけれども、いつか将来ね、コンサートに皆さんが来ていただいた時に林は何もできてねえじゃねえかみたいなことを思われたら嫌なので、私もしっかりフルペディアでお伝えしたことを自分の演奏に反映してねいけたらなと思っています。よろしくお願いします。そんなところでしょうか。実はですね、コンサートアットホーム終わった後に、自分のチャンネルも持っといた方がいいよというお声をたくさんいただいて、私の、YouTube も開設いたしました。このグイードが手に入る前に撮影したものだったので、グイード使ってないんですけれども、どっかのタイミングでねこれを使っても撮影してみたいなとか、いろいろ考えていることはあるんですけれども、まあ大変ですね、 YouTube をやるというのは。編集もあるし、もちろん演奏もちゃんとしたのね、できればお届けしたいなと思う気持ちもあるし、もちろんフルート奏者ですから、だからとても難しくて、全部ねほとんど一人でやりました。ちょっとアドバイスといただいた方は、スタッフさんはいたんですけれども、どこで編集するとか、機材とかもね頑張っていろいろこう操作したりとか、もうブルーライト浴びまくりですね。何時間もブルーライト浴びて一生懸命作ったのが1本まずは上がっております。チャンネル登録もね3日間で100人くらい行きまして、これからまだまだ頑張っていけたらなと、ちょっと更新率は低いかもしれないけど、頑張っていこうと思っているので、そちらの方もポチッとポチッとしていただけると嬉しいです。これ私自分のいいのかな、自分のいいんですかね、まあでもとりあえずよろしくお願いします。さあ、ということでこんなところでしょうか。今日のもう少しアンダンテ、来週もオッターバアンダンテももう少しアンダンテも楽しく元気に、いきたいと思いますので、ぜひ皆様も笑顔になっていただけるような、放送をお楽しみになさっていてください。さあ、それでは明日から自粛も終わり、おさらばということで、マスクはね大事になってくるかもしれませんが、ちょっと笑顔が増える日常になるんじゃないかなと思います。どうぞ楽しんで、いい
楽しい生活をお過ごしくださいね。ということで本当に自粛生活お疲れ様でした。明日からまた頑張りましょう。それでは本日もありがとうございました。お送りしたのは林愛美でした。また来週お会いしましょう。